聖書を拝読します。マタイ12の19から21までです。争うこともなく、叫ぶこともせず、王子でその声を聞く者もない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。公義を勝利に導くまでは、異邦人は彼の名に望みをかける。アーメン。インマヌエル聖歌隊と西オーケストラが賛美と演奏を捧げます。その後、同会所先生が純真1回目のメッセージを取り次ぎます。講談喧嘩を紹介します。喧嘩者はカナダのトロント万民教会です。開拓8周年を迎えるまで共にいて恵みをくださった三位一体の神様に感謝と栄光を捧げます。清めの福音と神の力で新しいエルサレムに導いてくださり感謝します。私たちは神の国と義のために用いられる御霊の戦士になるために願い、毎日変えられて成長していきます。今日の花はカナダの国旗で表現しました。講談喧嘩を喜びと感謝の心を込めて捧げます。カナダの国旗の形にしました。そうですね、はい。皆さんもそう言われてみたらそうですね。ありがとうございます。愛する生徒の皆さん、韓国人に愛されている詩の一つのユンドンズという人の詩にはこういう内容があります。死ぬ日まで空を仰ぎ一点恥じないように、葉にかする風にも私は苦しんだ。この詩には暗い時代の中でも信仰の良心を守り純潔に生きようとしたクリスチャンの詩人の願いが込められています。罪と悪がはびこっているこの終わりの時に、肉の世に染まらず純粋な信仰を守りたいと思う生徒もこのような心で毎日を生きていると思います。さらに新しいエルサレムを目標として走っている人なら、毎日自分を顧みながら自分の衣を心を清くしていくでしょう。フィリピ 2-15 に、それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となりとあります。父なる神様は神の子供たちが非難されるどころのない傷のない純真なものになるように望んでおられます。そうすれば世の光となり、新しいエルサレムに入れる誠の子供になるからです。それで今日は純真というタイトルで、新しいエルサレムへの皆さんがどのくらい来ているのかをチェックするメッセージを伝えます。メッセージを聞いて発見されたところがあるなら、速やかに変えられて新しいエルサレムに向かってさらに力強く走っていきましょう。愛する聖徒の皆さん、箴言30-5に神の言葉はすべて純粋とあります。それでは今日のタイトルの純真とはどういう意味でしょうか。辞書を見れば、心に汚れのないこと、邪心がなく清らかなこととあります。これは本来の完全な状態にいることや道徳的な潔白を意味します。聖書のヨブ記を読むと、ヨブについて、この人は潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていたとあります。ヨブは心の悪まで捨てたのではありませんが、行いでは神様の前に罪を犯さず、孤児とやもめを顧みるなど多くの善行をしました。それで、聖霊時代ではなく旧約時代の人の中では潔白だと認められました。しかし、神様が私たちに本当に望んでおられる姿は、そのくらいではありません。
目に見えるどころだけではなく、心の悪も捨てた、傷も汚れもない清い心。この心もいいのですが、それだけでは完全だとは言えないでしょう。清い心の中に御霊の実がきっしり満たされた時、完全だと言えます。清められた段階があります。罪を捨てたなら、清められたと言いますね。しかし、完全な心になるためには、神様の真理、善愛をその心に満たさなければなりません。ある程度の善と愛ではなく、全く善、全く愛を満たしてこそ完全だと言えるのです。神様が望んでおられる姿は、このように純粋さと完全さを兼ね備えた姿です。エリア、エノク、アブラハム、モーセのような方々が清められ、また完全にされた人々です。ところで、最も完全な方は、私たちの主、イエス様です。イエス様の心を表現した聖句が今日の本文です。ですから、今日の本文だけを完全に自分のものにしても、皆さんもイエス様のように、純真な人になることができます。清められるだけではなく、さらに完全なものになることができます。今日の本文の御言葉を中心に、イエス様の純真について説明しますので、皆さんの心の糧にしますように、イエス様の姿第一は、争うことがないことです。イエス様はこの地上で働いておられる間、誰とも平和を壊すこともなかったし、争うこともなく、すべてのことにおいてつぶやかず、疑わずに平和のうちになされました。家庭的にも心の良い両親のもとで養育され、子供の時から神様の御言葉にただ聞き従いました。教唱会の時も御国の福音を伝え、病人を癒し、疎外されている人の友になり、新しい望みを持つようにしてくださいました。このようにイエス様は良い技だけを行われたのに、イエス様を排斥して、反対して殺そうとする人々がいました。当時の社会の既得権者だった大祭司、祭司長、律法学者、パリサイ人たちでした。彼らはヨハネ 3-20 に、悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて、光の方に来ないとあるように、誠の光であるイエス様によって自分の悪が明るみに出されるのが嫌だったのです。それで彼らは何としてでも言いがかりをつけようと、いろいろイエス様を試したりもしました。イエス様が病人を癒してくださった時、手の泣いた人を安息日に治してくださったのですが、安息日を破ったと、犯したと、罪に定めました。イエス様は、良い技をなさり、神様に栄光を捧げたのです。なのに、彼らは、律法にこだわって、安息日に労働したと言いながら、安息日を犯したと、イエス様を罪に定めたのです。イエス様が病人を治したことが労働でしょうか？それは良い技で神様に栄光を捧げることなのに、この世に悪い人たちはいろんなことでイエス様を苦しめました。その時イエス様はどんな風に反応されましたか？イエス様は彼らの悪い意図を知っていながらも、彼らを憎んだり、手向かったりしませんでした。皆さんも時にはこういう場合があると思います。相手が悪い意図を持って皆さんに近づいてくる場合があるかもしれません。しかしだからといって、憎んだり手向かったりしてはいけません。イエス様は、善で知恵のある御言葉で真理を悟らせるだけで、それについて争ったりしたことはありません。彼らが神様の御心を悟るように、立ち返るように、
教えてくださっただけでした。それでも彼らが悟れない時は、言い争うことがなく、静かにその場を去る姿でした。イエス様が十字架の救いの摂理を全うするために、ユダの兵士たちに捕らわれた後、法廷で尋問を受けるときどうされましたか？何の罪もないのにもかかわらず、何か弁解とか抗議もしませんでした。父なる神様の摂理を悟らせるために、言われたこと以外は、弁解の機会が与えられても何も言われなかったのです。私たちは何か言葉で説明してこそ相手がわかるだろうと思う時があるかもしれません。しかしそのように言葉で説明して相手が納得して変えられるならいいのですが、そうではない時がよくあると思います。人はそれぞれ心が違うし、信仰が違うから、何か話を受け入れる姿勢が違います。ただ言葉だけで教えることは難しいです。相手が自分の考えもあるし、ぎこちもあるから、納得できないことも理解できないこともあるでしょう。夫婦の間でも長い間一緒に暮らしていても言葉で相手を説得することが難しいことがよくあります。互いに同じように真理の御言葉を聞いていても、真理で教えようとしても相手がそれを受け入れるかといえばそうではない時もよくあります。イエス様はご自分で御言葉を行い、多くの印と不思議を見せてくださったので、多くのことを言葉で言わなくても周りの人が自然に感じるように、心に伝わるようにされました。知恵を持っていつも行われました。言い争うようなことがないように、静かに黙っておられる時もあるし、その場を去る時もありました。相手が悪を行わないようにしてくださいました。牧者は私にこのように言われたことがあります。相手が悪を行おうとするならば、その人を相手にしない方がいい時があると教えてくださいました。なぜなら、それ以上話をすれば言い争うようになる恐れがあるからです。そして相手はそのように話をするからといって、悟るような姿勢でもないからでしょう。相手は悪を持って近づいてきて、そして言いがかりをつけようとして悪い意図を持って話をしているから、それに乗って同じように話を交わすなら、それが言い争うようになるかもしれないから、そういう場合はそれ以上相手にしない方が知恵の場合もあります。イエス様は不当に苦しみを受けられながらも神様の御心を完全に成し遂げるために誰とも争うことはありませんでした。サタンと悪魔に操られてイエス様を罪に定め、害を与え殺そうとする彼らを憐れんでくださり、彼らのために祈ってくださいました。生徒の皆さん、ところで皆さんの中には、相手が皆さんに何か害を与えたのでもないし、皆さんを懲らしめたの、皆さんを困らせたのでもないのに、自分の気に入らないからといって、不満を抱いたり腹を立てることはなかったでしょうか。相手と意見と考えが違うとき、口論したり、負の感情を抱いたり、言い争う姿はなかったでしょうか。何回かは我慢したけれど、その後問い詰めたことはありませんか。この人だけは我慢できないとか、人ごと言ってやらなければと思ったことはありませんか。これが全部自分の義です。これは神様がご覧になるとき正しいことではありません。呼ぶ木公開で私たちが聞いているテーマがそうですね。自分の義と神様がご覧になるときの義は違うということです。神様がご覧になるとき正しいことを私たちは行わなければなりません。
自分なりに自分は正しいと思って、自分は説明をしているつもりでも相手と言い争うようになるならば、それは方法が違うからでしょう。また自分の主張している内容も間違っている時がよくあります。呼ぶ気公開だけではなく、大礼拝の礼拝で伝えているイエス様の姿を通して、私たちは自分の義というものを発見して捨てますように、自分の心の中の悪を発見して捨てていく皆さんになりますように、それで主の美しい心に似ていきましょう。あの人と今私がこれを教えて、そして悟らせるために一言言ってやってこそ相手が悟るようにしなければと思うかもしれませんが、溜まっていた方がいい時もあります。そして自分は良い意図で良かれと思って相手のために一言言ってやったかもしれません。で、自分なりには私は相手を憎んでいるわけではない。相手のためを思ってこのように悟らせているのだと思うかもしれませんが、相手がそれを受け入れないで平和が壊れてしまい、相手との感情の溝が深まったり、ぎくしゃくする時がよくありますね。イエス様は悪を持って近づいてくる人々を言葉で教えて彼らが理解して悔い改めればいいのですが、そうでないということをご存知だから言い争うことがないようにその場を避けたこともありました。生徒の皆さんは成熟した信仰を持っているから、大声を出したり怒鳴ったり相手と争うことはないと思いますが、でもそれだけで憤っていないと思ってはいけないのです。表には出さなくても心の中で相手に対して不満を抱いていたり、自分は正しいと言い張っていたりするならば、それは相手との間で平和を保っていないことですね。私は黙っていたのに相手が攻撃してきたから、私はそれについて弁解しただけだと思うかもしれませんが、自分の中にも自分の気があり、また悪というものがあるということを悟らなければなりません。皆さんは日常生活で自分はそういう姿はなかったのか変わりますように、それで争う姿を捨てますように。普段はよく我慢するけれど、あることに刺激されたら我慢できない人もいるでしょう。そして自分の信念に触れたら、それがすぐムッとしたりカッとなったりして争うこともあるかもしれません。意見が違う人と言い争うことはないとしても、それについての不満を周りに言うことも同じです。相手に真正面で何か言い返したり言い争うことはなくても、相手に対しての不満とかを、文句とかを周りの人に伝える場合があります。その姿も争うことなのです。互いに争うときは一方的に我慢している人がいるならば、それは争いにならないんですね。互いに自分が正しいと言い張っているから、主張しているから対立するようになるのです。で、実際そうでなくても相手への不満、対立している心を周りの人に伝えることも同じです。これは平和が壊れる姿です。すべての人との平和を追い求めてこそ死を見ることができるのに、その御言葉を行っていないのです。上辺では仲良いと思っているかもしれませんが、心の中でその人への不満があり気に入らないというところがあって、むしゃくしゃしている姿があるかもしれません。そして自分はあの人を憎んではいない、ちょっと気が合わないだけだと思うかもしれませんが、
そのように自分を正当化してはいけません。自分の心の中にある悪をはっきり見て、それを認めて捨てようとしなければなりません。皆さんにもしまだこのような心の中で不満やイライラとか自分の気があるなら、その原因は自分にあるということを認めなければなりません。相手のせいにするのではなくて、自分の中にまだ悪の性質があるということを悟って、自分の心からその悪を捨てようとしなければなりません。誰かが皆さんを苦しめるからではなくて、皆さんが相手を受け入れることができない小さい器であり、またすぐ向きになってしまう自分の悪があるからです。綿に何かがぶつかってきても音がするでしょうか。器にきれいな水が入っているなら、いくら器を揺さぶってもその水は相変わらずきれいですね。でもいろんな状況や環境に置かれた時、自分の心の平和が壊れて、負の感情や怒りなどが込み上げてくるなら、心の中に憎悪があるからでしょう。ですから神様は練ってくださり、私たちが悪を発見するように、いろんな環境に置かれるようにしてくださいます。ですからすべてのことにおいて、自分を顧みて、へり下って発見して、小さい真理と反対のものも捨てていくなら、皆さんもイエス様のように完全なものになるでしょう。そうすれば理解できない人もいないし、受け入れない人もいないでしょう。自分に攻撃してくる人でも、ふんわり温かく包み込むことができます。皆さんがこうなるならば、心にいつも安らぎがあり、いつも幸せでしょう。天国が心に望んでいるから、誰に会っても幸せで喜びがあおれるでしょう。そうすれば神様は皆さんを愛してくださり、もし皆さんが不当に苦しみにあっても、神様が助けてくださいます。皆さんが自分で勝つために争わなくても、神様が皆さんの味方になって、すべてのことを働かせて益としてくださるのです。ですからすべてのことにおいて、この世に行い、神様に祝福されますように。私たちの心の器はさらに広くならなければなりません。狭い心のままではいけないでしょう。前は受け入れることができず、そしていろいろイライラしたりしていたかもしれませんが、だんだん心が広くなると、すべてのことを受け入れるようになります。私もうこのような経験がありました。ある時、牧者のその善の大きい器を感じて、とても感動したことがありました。牧者は、働き人が何か大きい失敗をした時も、牧者はそれでもその人が可愛いと言ってくださいました。私は最近そのように同じように感じたことがありました。働き人は自分なりに頑張っても、でもその人の信仰の水準で、また心の悪がある分だけ、いろんな姿が出てきて、いろいろ人との間で平和を壊したり、またことが結果が良くなかったりすることもあるのですが、牧者はそのすべてを理解して、その人の立場になってくださり、また可愛いと言ってくださったのです。そして私も似たような状況で相手を理解するようになりました。そしてその人が何かを知って、その結果によって私に被害が来るようなことがあったのですが、でも私はその時、前牧者がそうされたように、その方を見た時、可愛いと感じるようになるのです。その人が私はその方を見るとき、何の負の感情もないし、何かじれったいとかもどかしい、そういうところもなく、ただ可愛い子供のように
頑張っているんだと思うようになるのです。私の心は安らかなのです。お母さんの皆さんもそうではありませんか？小さい子供がただをこねたり、また寝る前にちょっと泣いたりする場合もあるのですが、でもお母さんはそれによってイライラしたりしませんね。可愛い我が子だから、そのような赤ちゃんを抱いてあげて、また寝かせるために可愛いと思いながらいろいろやるのではありませんか？このように私も、あ、牧者の愛の心はこういうものだったのかと最近感じることがありました。でも心が狭い場合は、器が狭い場合は、そのような広い心でないからすぐカッとなったり、すぐイライラしたりしますね。愛する生徒の皆さん、忠心な心、イエス様の姿第2は、叫ぶことがないことです。叫ぶことは自分を目立たせるために自慢する姿です。自分はこの世に偉い人だからと思って人々が自分を分かってくれるように望むことです。それだけの待遇を受けたいと思うのです。しかしイエス様は神の一人子であり、多くの印と不思議を表したのに、全く叫ぶことがなく謙遜でした。ヨハネ 17-4 に、あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しましたとあるように、すべての栄光を神様にだけ捧げました。イエス様はご自身が、神の御子として救い主としてこの地上に来たことを人々が信じるようにするために説明されたことはあるのですが、心の良い人々はイエス様のお言葉と伴う印を見てイエス様を信じました。しかし心の弱い人は自分の悪のためイエス様が神の御子であることを悟れず認めないで、イエス様、神様を怪我していると非難しました。イエス様は、このような非難や迫害をものともせずに、人が分かってくれてもくれなくても関係なく、完全な救い主になるために、十字架の苦しみの道を黙々と歩んでいかれました。イエス様は創造主の神様の御子として、はじめの創造の御業も神様と共になさいました。このようなイエス様が被造物に蔑まれ、あざけられながらも感謝して十字架の道を歩まれたのです。これが自分というものがない姿です。これだけではなく、イエス様が十字架に仕えられた時、人々はからかいました。マタイ 27-42-43、彼は他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王だ。今十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい。私は神の子だと言っているのだから。このような状況でもイエス様は謙遜な姿なので、ただ神様の御心に従って死にまで従われたのです。このように謙遜で神様の御心にただ聞き従うなら、自分が自分を高めなくても神様が高めてくださり認めてくださいます。フィリピ 2-9-12、それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの。天にあるものは天の軍勢と見つかりですね。地にあるものはこの地上に生きているすべての人、また敵である悪魔サタンも含まれますね。そして地の下にあるもの、つまり下の黄泉にいる人々のことです。のすべてが膝をかがめとあります。イエスの御名によって皆の前に膝をかがめるのです。このように敵である悪魔、サタン、悪霊もイエス・キリストの皆によって命じれば聞き従うしかありません。
謙遜な主の従順がそのような公義を満たしたからです。イエス様は神の御子だから、そのように大きい力の技を行って救い主になられたとだけ思ってはいけません。イエス様の犠牲と苦しみと献身、その愛と謙遜、柔和を悟らなければなりません。人としてこの地上に来られ、神様の御心に完全に従い、すべての公義を満たしたから完全な救い主になりました。誠の光となられました。神の御子だから自然にできたのではありません。私たちのために苦しみを受け、犠牲になり、その身を捧げてくださり、迫害試練を受けながらも善を行われ、謙遜だったので救い主になられたのです。私たちも神の子供らしく生きなければなりません。そのためには主の姿を見習わなければなりません。ただ神様の子供だから恩恵を受けようとしてはいけません。神の子供らしく行わなければなりません。そして病気病原菌も主イエスキリストの皆によって命じると癒されることは、主の皆の前にこのように従うように神様がされたからです。でも主の皆によって命じても、そういう病気が癒されなかったり悪霊が出ていかない理由は何でしょうか。それは公義というものがあるからです。祈りを受ける人や祈る人が神様の公義に合わないからです。神様は蛇に永遠に塵を食べていきなさいと言われました。蛇は霊的に敵である悪魔のことです。それは塵で作られた人を操ることですね。でも神様の御言葉通りに生きている人は例外です。神様の御言葉を犯した人、戒めを守らない人、悪を行い罪を犯す人を敵である悪魔サタンが支配するのです。だから罪と悪にとどまっている人に敵、病気も災いももたらされるのです。しかし光の中を歩んでいる時は悪いものが触れることはできません。第一ヨハネ 3-21 から22を読むと、私たちに責められるところがなければ神様の前に大胆に出て行き、求めるものは何でもいただくと約束されました。ですからもし今まで罪を犯して闇の中にいたならば、罪を悔い改めて立ち返って罪の壁を壊さなければなりません。その後主の皆によって祈るとき、祈りを受けるとき、病気も癒され、問題が解決され、敵である悪魔サタンも退きます。このようにイエスの皆によって全てが膝をかがめるようにされました。そしてフィリピ 2-11 に、全ての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるよう褒めたたえられるためですとあります。イエス様はこの地上にいる間、ただ神様の栄光のために生き、その御心に従って死にまで従われたので、このように大きい栄光を受けることができました。私たちも神様の働きをするとき、イエス様のように自分を誇るのではなく、ただ神様の御心にだけ従っていくならば、神様は必ず私たちにも栄光をお与えになるでしょう。しかし多くの人々が主にあって自分がやったことについて誰かが分かってくれたらいいと思ったり、自分の功労を目立たせたくなったりしまいます。また人との関係でもそうです。何か働きを一緒にする場合、黙々と働いて豊かな実を結ぶ人もいます。その人は黙々と働いていたから、周りの人に何か褒められたことはなかったとしましょう。でもその身によってわかるのではありませんか。しかしある人は何か働きをするとき、すぐ自分のやったことを自慢したがります。それで自分はこんなに働いた、こんなに労苦したというふうにみんなに分かってもらいたいと思うのです。そういう人にはいちいち褒めてあげなければならないのですね。本当によくやってます、頑張ってますねと、このように言ってもらってこそ、もっと頑張るようになるからです。
ても神様がご覧になるときはどちらをもっと褒めてくださるでしょうか。前者でしょう。人にすでに褒められた人、称賛された人は神様の前で称賛されることがないかもしれません。ある人は自分なりに頑張っていろいろやったのですが、その結果を見てみれば霊的な実がない場合があります。そういう場合は自分を顧みなければなりません。神様は私たちが自分を目立たさないで自慢しないで黙々と謙遜な姿で働いていて、それで神様の前に良い実を結んだら、それを十分に報いてくださるでしょう。それを願わなければならないのです。人に褒められたいと思ってはいけません。ある人は自分が思っていた見返りがなかったり認められなければ、それについて不満を抱いたり傷ついたり虚しく思ったりします。例えば皆さんが教会のある組織のリーダーだとしましょう。それで何か教育に参加したとき、主催側が指定席も用意してくれないし、何の配慮もしてくれないならどうでしょう。それに気にしないで幸せな心で教育を受けるでしょうか。でなければ心の中で不満を抱いて、この教育の主催側は秩序も知らないし礼儀も知らないんだと機嫌斜めになることはありませんか。牧者の姿はどうだったでしょうか。大教会の同会長だからといって人より良い待遇を受けようとしたことはありません。ある国のに行ってもその世界の講師だとしても人に周りの人より良い待遇を受けようとしたことはありません。以前韓国のキリスト教教会の活動をするときも行事があって招待されていたときも上座に座るのを申し訳ないと思われました。自分よりも先輩の牧先生方が神座に座っていないのにご自分は座るのが申し訳ないと思って、それで楽に背を持たれて座ることもできないと言われました。そしてキリスト教で何か地位を高めようとしたらそれを辞退しました。ルカ 14-11 に誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるとあり、第2コリント 10-18 に自分で自分を推薦する人でなく主に推薦される人こそ受け入れられるとあります。ですから生徒の皆さんは自分を高めて自分が人に認められようとしてはいけません。ただ謙遜でへり下って自分を低くして神様に認められ褒められる人になるために努力しますように、万軍の主神様に認められ褒められて神様が高めてくださることが誠です。そうされても心からすべての栄光をただ神様にだけ捧げようとする心でなければなりません。生徒の皆さんは初心者の者の時は小さいことを答え受けても神様に感謝してただ神様に栄光を捧げます。しかし信仰歴が長くなって大きい使命が与えられた場合、神様に捧げるべき栄光を自分が得ようとする場合があります。なぜでしょうか。初心の者の時は自分の信仰の足りなさを知っているから、何か答えを受けた時それが全面的に神様の恵みだと信じます。しかしある程度信仰が成長すれば、全面的に神様の恵みだと思っていた心が薄くなる場合があります。唇では神様の恵みですと言っても、心の隅では私も信仰と従順を行ったからこれだけの神様の御業が現れたという自慢があるのです。これはとても危ないですね。高ぶりが芽生えているからです。皆さんにはこういう心はないのか警戒していつも注意しなければなりません。
働く人の皆さんは、ひょっとして自分にこういう姿はないのか顧みて、今からは自分というものを捨てて、ただ神様と主だけがおられる人になりますように結論です。愛する生徒の皆さん、使徒パウロは、驚くべき神の力の技を行い、神様に栄光を捧げたのですが、彼の心から変わらずに出てきた告白は何でしょうか。第一コリント15の10、どころか神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。とあります。使徒パウロはいつも変わらない心で主の恵みと愛に感謝しました。そして、すべての栄光を神様にだけ捧げました。皆さんもこのように謙遜な心で何をしても神様に栄光を捧げ、神様が皆さんに栄光をお与えになり、皆さんを高めてくださるようになりますように。また、私たちの主イエス様のように、誰とも争うこともなく、叫ぶこともなく、すべての人と平和を保ち、清められ、完全になり、主の懐に抱かれる美しい花嫁になりますように、聞いたメッセージを思い出して祈りましょう。お祈りいたします。アーメン。癒しのために祈ります。具合の悪いところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて、信仰によって祈りを受けますように。父なる神様、幸いな主日、神様の前に礼拝を捧げ、癒しの祈りを受ける生徒の皆さんを安守してください。全国全世界の万民の市協力協会と GCN 視聴者の皆さんに聖霊が働いてくださり、安守して働いてください。頭からつま先まで星の星々、すべての神経組織細胞が聖霊の火で焼け尽くされ、完全に癒されるようにしてください。イエス・キリストの皆によって命じる、すべての病気病原菌を患い癒され、完全に癒されなさい。この時間、主の御手で働いてくださり、体のどんな病気病原菌も治してください。炎症がありますか、聖霊の火で焼け尽くしてください。完全に癒してください。患いも完全に癒されますように、命の息を吹き込んでくださり、聖霊の火で焼き尽くしてください。新しい力を与えてください。骨の節々神経組織を強くしてください。目も耳も完全になるように、正常になるようにしてください。そして骨も強くしてくださり、曲がったものがありますか、折れたものがありますか、完全になるように、速やかに回復するように、後遺症も残らないようにしてください。生徒の皆さんを一週間主の恵みと愛で守ってください。家庭職場事業の場を守ってくださり、祝福してくださり、事故に遭わないように、聖霊の炎の壁で、主の炎のような御目で守ってください。子供たちは勉強もできるように知恵を与えてくださり、神様を第一に愛するようにしてください。全国全世界の万民の市協力協会の制度の皆さんを守ってくださり、平安を与えてください。一週間も火のように祈り、神様に喜ばれる姿に変えられるようにしてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの